パークプレイス大分は大分県大分市公園通りにある複合商業施設である。2002年4月25日に開業した。福岡辞所の関連会社の株式会社 FJ エンターテインメントワークスが管理、運営している。大分県内で最大で日本全国でも有数の規模の商業施設である。イオンパークプレイス大分県を各店舗としており、ガーデンウォーク、 サニーウォーク、マグノリアコート、シャングリラ等のゾーンに分かれており、シネマコンプレックス、ティー・ジョイ・パーク・プレイス・大分等のアミューズメント施設、ファッション、生活雑貨、飲食、サービス等の専門店が出展している。近隣には、大分トリニータのホームグラウンド昭和電光ドーム、大分を擁する、大分スポーツ公園もある。遊国の観覧車かつては、 丘の上の観覧車と呼ばれる直径45メートル、高さ約50メートルの観覧車があった。この観覧車には4人のリゴンドラが32台設けられており、1周10分53秒であった。中央にはパークプレイスの文字が掲げられて、サインボードの役割も果たし、夜間はネオンサインをともしてライトアップされていた。しかし、 利用者が減少したため2007年5月からは通常営業を中止し年間10回程度無料開放が行われていた。さらに東日本大震災に伴う節電でネオンサインの点灯を中止。2011年5月20日から解体され、跡地にはシャングリラの一部として2012年6月30日に2階建ての商業施設がオープンした。ありがとうございます。